ボディオブ、プルーフ死体の証言は2011年3月29日から2013年5月28日まで ABC で放送されたクリストファー・マーフィー制作 ABC スタジオ撮影のアメリカの犯罪ドラマシリーズである。主人公の検視官、ドクター・ミーガン・ハントを演じるのはダナ・デラニーである。シリーズは第3シーズンをもって打ち切られた。 ハントは一流の脳神経外科医であったが、自動車事故の後遺症による手の痺れが原因で、手術中に患者を殺してしまい、検視官に転身する。疎遠になった娘と連絡を取り合おうと努力し、私生活の調和を保ちながら、死体の分析をして、事件を解決していく。フィラデルフィアにあるセットで主に撮影され、シーズン1はロードアイランド州にあるプロビデンスや、 ウーンソケットなどで撮影された。この番組の最初のタイトルはボディー・オブ・エビデンスだったが後にボディー・オブ・プルーフとなった。シーズン2のロサンゼルスでの撮影は700万ドルの税がかかると発表された。この番組は2010年10月22日金曜日の夜に ABC で初回放送される予定だった。しかし木曜日に放送されていた。 マイジェネレーションと水曜日に放送されていたザ・ホール・トゥ・ルースが急に制作中止となったため ABC は放送を先送りにした2011年3月29日火曜日に東部時間夜10時中部時間夜9時にデトロイト1-8-7の,の,の代わりとして初回放送されたシーズン1最終回となる第9話は2011年5月17日に放送され その4日後 ABC はシーズン2を放送すると発表した。シーズン2は2011年9月20日から2012年4月20日まで放送された。2012年5月11日 ABC は公式にボディオブプルーフシーズン3を13話で放送すると発表した。シーズン3は2013年2月19日火曜の東部時間午後10時に始まり、 2013年5月28日に終了した。視聴率は改善されたものの、2013年5月10日に ABC は第3シーズンをもってシリーズを打ち切ることを発表した。打ち切りの発表後、TNT、USA ネットワーク、WGN アメリカなどのケーブルテレビ局がシリーズ獲得に興味を示していると報じられた。しかしながら5月23日、 ABC スタジオの担当者はシリーズが別の放送局に移籍しないことを明かした。カナダではシティトブで ABC と同時放送された。イタリアでは2011年1月25日に PayTV の FOXLIFE で初回放送された。イタリアでのワールドプレミア放送の後、アメリカで放送される前に他のヨーロッパの国々で放送されることになった。 ロシアでは2011年2月7日にチャンネル1で初回放送された。イギリスでは2012年1月10日にチャンネル5とチャンネル5プラス1で初回放送された。ブルガリアでは2011年3月17日にフォックスクライムで放送が始まった。ラテンアメリカでは2011年にソニーエンターテイメントテレビジョンで放送が始まった。 オーストラリアでは2011年8月8日夜8時30分にチャンネル7で初回放送された。ドイツでは2011年8月24日にプロジーベンで初回放送され、2012年1月20日にシーズン2が姉妹曲のコブル・アインスで放送開始された。またシーズン2第5話がシーズン1第10話として放送された。 ポーランドでは2011年2月23日に Fox Life HD で初回放送された。南アフリカでは2011年12月8日にネットで初回放送された。スロベニアでは2011年12月13日夜10時35分に POPTV で初回放送された。ノルウェーでは2012年1月1日に2話連続夜9時30分から TV の動画で放送開始した。フィンランドでは2011年12月21日に夜9時からネリ飲んでグレーズアナトミーコインの解剖学の代わりとして放送開始した。ラトビアでは2012年2月21日夜9時にフォックスライフで始まった。香港では2012年2月22日夜8時30分から TVB パールで始まった。 アイルランドでは2012年3月10日土曜日夜11時15分に RTE1 で初回放送された。日本では2012年6月2日午後4時からワウワウで初回放送され2012年6月4日から本放送が開始する。シーズンには2012年8月開始予定である。番組の評価は 賛否両論に分かれ、メタクレティックの21人の批評家は、第1シーズンに56、100のスコアをつけた。エンターテイメントウィークリーは本番組を2011年で、楽しみなテレビの出来事10の中の一つに入れた。デイリーニューズの批評家、デビッド・ヒンクリーは、肯定的に評価し、足が綺麗な、ドクター・ケージ、クインシーというだけであればそれほど、面白くなかっただろう。 他の要素が付け加わって、初めて十字に見るべき番組となったと述べた。他の批評家は、陳腐なプロットや、登場人物の成長についてコメントし、より否定的な評価をした。ラスベガスウィークリーの批評家、ジョシュベルは、メーガンの個人的な問題と、型にはまった殺人事件のどちらもが、陳腐で不器用に表現され、二つの不自然な組み合わせが、 番組を全く噛み合っていないものとしているとコメントした。デトロイトニュースはだらしなく容易に予想がつき説教臭くシリーズデビューは数ヶ月遅れ未だに視聴者を引きつけていない。デトロイト1-8-7の代替として失敗作だ。皮肉なことにデトロイト1-8-7は打ち切られボディオブプルーフは更新されたと述べた。ロサンゼルスタイムズは マーフィーと脚本家たちはボディオブプルーフの安易に予想がつく展開を改めなければならない。ディラニーがダンボールの番組でできることは限られている。神は詳細に宿るというが壁が崩れては元も子もないと述べた。番組初回に1400万人視聴した。その週のニールセンレーティングにトップ10県内に入り2010年度から2011年度の初回視聴者数ランキングで CBS のハワイ5-0に続いて2位となった。ABC で2011年4月3日日曜日に放送された第2話は850万人に落ち込んだ。その2日後に放送された第3話は1100万人、記録した。シーズン1の平均視聴者数は1368万人で ABC で2番目に最も視聴された番組となった。ありがとうございます。